Ladies and gentlemen, welcome back for the next chapter. The last one was really long, and it was with the guy that goes insane and takes pictures of the corpses, so that was pretty rough on my psyche anyways. So let's see who's next, shall we? We've got three more. Meyer. Yuka! Oh my god, Yuka has it the literal worst. She gets chased by like two crazy people. The butcher guy like finds her and chases. She just gets chased like the whole time. Poor girl. But she lives, so. Oh wait, is this the science room? I remember this part. God, I remember playing as Yuka and getting chased, and like you had to go like in a circle because like if he catches you, it's game over. And it happened like two times with that like big guy that you found who was looking for his little sister, and then like got a sister complex with Yuka because he went insane, and then with Moshe, whatever his name is too. She has the worst. だな。あの木目。なんか人の顔っぽい。なんだっけ。どこかで見たことがあるような。 I don't know if you're being silly here. I remember that part too. Poor girl. Thank you.
てから私はどうしたんだっけ。そうだ、やっとトイレを見つけて入ったんだ。そしたら首を吊っている人がたくさん。それで驚いて廊下に出てへたり込んじゃって、その後は誰かと話したんだ。確か妹さんとはぐれちゃった人に会ったんだ。一緒にお兄ちゃんを探してくれるって名前は、そう、刻みゆうやさん。Oh, right, and that guy tries to kill her so that they can be together forever. So bad for her. She gets it so bad. I definitely wouldn't scream out in a place that crazy people are looking. それは僕が縛ったんだよ。大事な妹と、もう二度とはぐれないようにね。え？妹って、あの…君は僕の大事な妹だ。だから僕と離れないように、しっかり縛っておかない。どうして？君こそ僕の妹なのになぜわからないんだ？わかりません。だって私は、ユカはまだ小さいからわからないのかもしれないね。大丈夫、これからお兄ちゃんが教えてあげるよ。僕たち兄弟は
君が目覚めてくれるのをずっと待っていたんだ。さあ、僕に魂の輝きを見せてくれ。君のすべてをかけて、いい声で泣いてくれるよね。求めていたのはその声、その顔だ。恐怖と絶望が頂点に達したとき、魂は最高の輝きを放つ。それをもっと見たい。それを僕に向けてくれ。ユカちゃん、ユカちゃんならもっと輝けるはずなんだ。大丈夫、お兄ちゃんが手伝ってあげるよ。鮮血にまみれ、痛みにもがき、苦しむ姿は今よりもっと綺麗に違いない。うん、どうしたんだい、ユカ。休んじゃダメだよ。まだまだこれからなんだから。ちゃんって呼んでごらん。お兄ちゃん助けに。何を言っているんだい、ユウカ。お兄ちゃんはほら、君の目の前にいるじゃないか。生きているウサギはうるさいな。戦場的な作りをしているんだ、君の数字は。苦しいかい？苦しいよね。床が悪いんだよ。僕以外のお兄ちゃんは心がいないはずなのに。ちゃんと見えてるかな、ユカ。ああ、これかい？心配しなくてもいいよ。少し黒崎で汚れているけど、まだよく切れるから。少し布が邪魔だな。
と水風船のようなお腹はたっぷり内臓が詰まっているじゃないか。痛かったら声を上げていいかな。恥ずかしいことじゃないんだよ。もう終わりかい？どうしたんだい、ユカ。まさかこれで終わりじゃないだろう。欲しかった妹が手に入ったのに。返事は言うか。Once again, I feel so bad for her. She gets it the worst. She has it legit the worst. Yuka. I forgot how she got out of this, though. するほどに僕が嫌いなのか。興味深いな。そんな格好になってまで兄貴を呼ぶのか。なんて哀れな。僕の可愛い妹だ。今気持ちよくさせてあげるよ。もうそんな哀れな姿で泣かなくていい。
ありそう。俺にもそんな感情が、俺にもまだそんな感情が生まれる未来が残されているというのか。他の奴らとは違う、この俺にも。ですから、あの子がそんなことするはずがありません。残念ですが、本人ユーヤ君は相手の子を傷つけようと思ってハサミを持ったというんです。やったとおっしゃるんですか。私たちが駆けつけた時、彼は血だらけになった自分の手を見て笑っていました。とにかくこちらではもう対応しかねます。お引き取りください。待ってください。なんだ、あいつの目潰れなかったのか。俺は幼い頃から命に思いやりを持ったり、他人の心を感じたりする方法がわからなかった。次第に親たちは、well, that's a twist. あくまでも見るような目で俺を疎んじるように、兄と姉ばかりに愛情を注ぎ始めた。成績優秀で人格者の兄と姉ばかり。さすが、周りが揃って認める人格者は違うと思ったよ。親でさえ諦めた俺も、兄と姉だけは接し続けていた。特に兄貴は、その吐き気がするほどの優等生ぶりを振りかざし、熱心に俺を、いい、あいつは兄の立場を利用して、俺に命令し、俺にしつこくつきまとった。そうだ、小学生の頃、俺は一度だけ本気で兄にぶつかったことがあった。なんてことしてるんだ、ヒューヤ、何を燃やしたんだ。何って、動物だよ。ああ、匂うから怒ってんのか。しょうがないじゃん、今殺したばかりでまだ血が残って。いって何すんだよバカに。どうして命を大切にしない、どうしてこんなこと。殺すなんて、なぜこんなことするんだ、ユウヤ。うるせえ、俺が拾ってきたんだ。切り殺そうが何しようが俺の勝手だろ。生まれただけで偉そうにしやがって。俺がもっとでかければ。そういう問題じゃないだろう。成長しろ、ユウヤ。本当に頭の悪い男でなければ、いずれ理解できるはずだ。今ある体格差や年の差はすぐに何の意味もなくなる。大事なのは心の成長なんだ。他人の痛みが分かる人間になってくれ。俺は兄貴とは違う。違わない。お前は俺の弟だ。ずっとお前は俺の弟だ。それは一生変わらない。死ねよ。
胸に刻み込んでおけ。偽善者が思いっきりぶん殴りやがって。ユウヤ大丈夫？頭は打たなかった？ほっとけよ。今はまだわからなくても、きっとあんたが大人になれば理解できるから。俺のことを理解できないのは姉貴たちの方だ。なんで、なんで俺が一番下なんだよ。下の兄弟が欲しい。俺ならもっと理解して絶対に可愛がってやるのに。兄さんも私もあんたが大好きよ。はあ？私たちは分かってるから、あんたが本当は優しい子だってこと。 I don't know about that. この子の墓作ってあげようね、ゆうや。そんなんゴミ箱に捨てりゃいいだろ。ゆうや、あんたこのままじゃ一生一人ぼっちになっちゃうよ。俺のことが好きだから、俺のことを分かったふりをするな、この嘘つき女。言うよ、嘘って。俺は誰も信じない。誰にも負けない。俺に嘘をつくやつは許さない。絶対だ。そうだった、この頃からだ。人間の本当の気持ちを、そう、正直な反応を見るにはどうすべきか考えるようになったのは、周りの連中を理解できない俺のことを理解してくれる者などいない。処世術を得た俺は目立たず毎日を過ごすため、常にそういう自分を演じるようになった。つまらない話に興味を持ったかのように笑い、同情したふりを装い、傷ついた顔を作ってやった。偽りの仮面に気づかず笑顔で言い寄ってくるクラスメイトたち、やつらは全部嘘っぱちだ。本質も見えていないくせに上辺だけで人を分かったようなふりをする。俺の簡単な演技に騙される。頭の軽くて愚かな蔑視すべき存在。兄貴たちと同じだ。俺に嘘をつく許されざる存在だから、試したいと思っていたんだ。他人を本当に理解することができる方法、俺を理解させる方法。気づかなかったろ、俺はずっとお前らを殺したいと思ってたって。死に際に立つ人間は正直だ。動物どもと同じ、みんな正面からこちらに向き合って本物の会話をしてくれた。一部を除いては。いい返事だ。それでいいんだ。もっと見せてみろよ、お前の裸の感情を。お前のためなんかに。悲鳴も命乞いも噛み殺して絶命した奴がいたんだった。なんだそりゃ、抵抗のつもりか？
んと満たされなかったことか。幸せ。この空間に来て、俺でも少しは変われるのかと、期待も少しはあった。だが、人を殺めた後ですら、俺に人間らしい感情は湧かなかった。ユウヤ、命は平等なんだ。ちゃんと覚えておけよ。命は平等？ああ、確かに平等だったさ。殺す時は同じだったよ。人間も動物も虫けらも。でもまあ、殺す感触は同じでも、さすがに人を殺めてしまった罪は、もう引き返せないか。後悔はなかった。が、もう自分には欲しい未来すら浮かばなかった。なんだ、今、俺は誰か、哀れんで。この感覚だ。この俺が相手を憐れんでいる。そんなに震えて大丈夫かい？おトイレに。なんでここまで我慢を？さっきお兄ちゃんとはぐれちゃって。そのはぐれたお兄ちゃんに言わなかったのかい？おトイレに行きたいって。だってずっとおトイレはどこも使えなくて、あとおトイレ以外のところでしたって、お兄ちゃんに思われたくなかったから。献身的な妹。そうだ、これだ。自分より弱い存在守ってあげなきゃ。これだよ、これだ。俺が欲しかったのは。This guy's insane. どうかしたんですか、キザミさん。この俺が哀れと感じたこのことなら、まだ未来はあるんじゃないか。そうだ、哀れむ感情があるなら、まだ罪を許される要素があるはずだ。この子と暮らせれば。そうするか。俺と暮らすか。こいつも俺から離れていくんだ。ランラビットラン。 I remember that. ダメだ、一緒に行こう。
助けを呼んでも誰も来ないんだ。That was a little weird analogy there.必要とする存在、妹という存在を本当に欲していたのか。そうだ、妹がいれば俺は変われた。Ha ha ha ha, asshole.
because he killed little girls. Damn, that made my darkening go to 60. お前、わざとか？このクズ、二度とご褒美してやらないぞ。早く追いかけろ。何度目だ。この森の切れ端を持っているのか。運命が定着していない。
Uh-oh. Oh god. Vindy, what happens if it gets to 100%? Man, it's really hard to see with the red. Me searching the room, so there's that. And I haven't heard the guy yet, so there's that too. Man, this is really up and hard to see with this. Oh shit. Still alive? Oh no, I hate this part. You should just take your underwear off and feel better.
who's gonna find them? The evil people? Okay, I don't think they're gonna care. People are being way too polite in this game for being stuck in hell. Like that one girl who wanted to put the books back. Okay, it's a haunted school. No one's here. Except for ghosts, they certainly not. Alright, what do we have? I'm scared because Yuna has it the absolute worst. So she probably has it the absolute worst in this game as well. Why is the boys' room always locked? Poor girl. Oh my god, no one's gonna find it. Yes, the biggest problems in the world. But don't you want to find him? Priorities, girl. First of all, they wouldn't even know whose they were. There's like a zillion dead bodies in this place. God, people need to learn to not scream in horror games. That's how people find you. Alright.
たくない。Please be blocked. やだ。I have to do it though. I have to. Oh god. As she says it. That must be what happens when you get 100% dark in there. Can we actually go back to, yeah, here? Because I got like 70% by touching that Bunsen burner. Wait, wait, wait. Okay. I guess it doesn't matter. You just go down there anyway. Maybe I can not. Maybe I can just not enter that room. Oh,
This timeless. Ignore it. Maybe we can continue the story without going in there. Probably should have saved it before I walked in here. Like I said, priorities. Oh God.
辛そう。ゆかにできることは、ここ怪我はしてないみたいだけど、痛むの？痛いよ。ありがとう。ごめんね、こんなことしかできなくて。ちょっと楽になったの。そう、よかった。まだ無理しない方がいいよ。ね？うん。あなたもここに迷い込んだの？ううん、わかんない。気がついたらここで倒れてたの。気がついたら…ずっと…寂しい。一人で寂しかったね。よく頑張ったね。あなた、お名前は？サチコ。サチコ、サチコちゃんっていうのね。うん。私はユカ。She put in hand such a good act.どうしたのお姉ちゃん。あ、ちょっと考え事してて。ごめんなさい。どうして謝るの？幸子、多分幽霊だから、お姉ちゃんと違うから、怖がらせちゃって、ごめんなさい。It's actually kind of sweet and sad if I didn't know she was evil. よかったら、こんな小さい子を不安にさせるなんて。Especially how sweet Yuka's being. 大丈夫だよ。幽霊は怖いけど、なんだかあなたは怖くない気がするの。怖くない？本当に？You should be. 大丈夫。お姉ちゃん、行っちゃうの？幸子ちゃんも一緒にユカのお兄ちゃんを探してくれる？お兄ちゃん？うん、すっごく頼りになるの。きっと幸子ちゃんにも優しくしてくれるよ。幸子も一緒に行っていいの？おい、もう一人じゃないよ。だからお姉ちゃんがそばにいるからね。
I knew I should have saved it. Can I go back in with the bodies? Alright, well, I guess we gotta go over here. What? I think she actually wants your feet. That's like kind of Uh-oh.
good. I don't know. Trusting a ghost seems a little... Alright, where are we going now? Looks like maybe I didn't have to do that. Scene. She's a ghost, she can't feel anything. Oh God. And here it comes.
ちょっと湿っててカビ臭いけど敷いたら床も慣れるよ。よし、じゃあ今敷くからね。Such a faker! That'd be nice.Mom, I'm surprised she let her sleep. Nani? Toshita no? Ochitsuite hanashite. Kamidome nakushichatta no. Kamidome? Okitara nakatta no. Nanda, sonna koto ka. Oh god.She's just taking all her things.Now where? Over here?
There's only three places to go in this place. Maybe we can go back here. Oh no. Oh God. Wow, I'm surprised she got her out. She must be enjoying this. どうしちゃったんだろう。足が重い。
姉ちゃん汚い。もっと離れてよ。うっ。そうだよね。ごめんね。お姉ちゃんってほんとのろまだよね。うん、ほんとだね。This abusive little cook. Sachiko-chan, mada aruku no? Mou ii ya. Dou shita no, Sachiko-chan?サチコね、欲しいものがあるの。な、なに？ Your soul。 サチコちゃんになら何でもあげるよ。じゃあ次はね、命を。But Yuka got out, I thought. Mm-hmm.
Okay, that's what I thought. Sorry, I just had to look up the characters that lived. And yes, Yuka is one of them. I was like, I was pretty sure she survived. So I don't know, what is this, just like an alternate ending? Oh, I guess it's the time thing, right? So, okay, yeah, it does say an alternate. I was just like, okay, first of all, I thought she got out. And I thought it was doing the whole, like, you can't change your fate thing. But her fate was she escaped, so...